きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今回はですね、はい、これからの時代、監督コーチが大変すぎてやばいっていう、これからもう今突入してますけどね、はい、多分これからの時代は本当にもう、はい、特にプロ野球、はい、監督コーチは地獄です、うん、なんか今までも結構コーチは辛いよっていう動画出したりとか、うん、まあ、コーチ職は結構大変だっていう話とかはね、うん、聞いてますけど、それ以上にこれからの時代はやばいです、うん、もう大問題が起きてます。だから時代が関係してるってことですよね。そうです、そうです。正直、はい、これを聞くと一気にやる気なくなります、うん、本当ですか。本当コーチやりたくないってなります。なるなるなる。これをもう、でも俺は聞くとっていうか、もう俺は自分で分析して、もういろんな人から話聞いて、はい、あ、結局そうなんだな、いやもうやばいねコーチみたいな。へえ、そうなんですね、うん、何のためにじゃあいんのみたいな。そこまでいきます、うん。コーチってだからコーチングするからいるわけですよね。もちろんね、チームのね、はい、特にプロ野球はね、うん、はい、監督とかもね、そうですね、そうだけど、まず選手を育てるために、はい、特に日本はね、うん、アメリカみたいに1チームね、あの 3A、1A、2A とか、はい、2A の中にも上中下あったりとか、はい、ルーキーリーグ、独立リーグもあって、はい、1チーム参加で何百人もいたらね、それは黙ってても誰が育ってくるかも分かんないけども、はい、日本なんて1チーム70人、うん、育成入れたらね、もうちょっといるけども、はい、その中で育てなきゃいけないわけだ、はい、だから大変じゃんね。それなのにもうこれからの時代、はい、え、コーチいる意味あるのみたいな感じになりそうで怖い。いる意味あるってなっちゃうんですか。なる。なんでですか。いりますよね、やっぱコーチは。だからただの指示役はい、外野ちょっと前後ろとか、はい、ミーティングするよとか、はい、あと、はい、バッティング順番これでとか、ノックどうかみたいな、うん、まあ、助手というか、うん、だけになるかもしれないね。なんでですか。何が変わってきてるんですか。じゃあね、はい、コーチ、監督、はい、じゃあ指導で考えると、はい、昔はもう、うん、ほぼどのスポーツでも、うん、もう元選手、うん、元プロ、はい、元アスリートが感覚的に技術指導するわけや、うん、もうちょっとこうした方がいいよと、あとは自分が培ってきたものを出して、ね、うん、自分の成功体験を出しながら、うん、もしくは自分で人から聞いたり考えながら、その経験者が語っていくわけじゃん、うん、はい、指導してこうした方がこうした方がいいよって言ってね。でそれが、まあ、いわば昭和平成の、はい、まあ、スタンダード、ま、なんか今でもそうなんじゃないかなっていう気もしますけどね。気もするでしょ、はい、でも今はね、はい、あの令和の、はい、技術的大躍進っていうかね、はい、いろんなことがすごい精度が上がってきて、はい、今はよ、はい、動作解析バカ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 とか、あとは人間の骨格からしてどう動いた方がいいよ、動作解析、ほうほうほう。今はよ、はい、まあ、セーバーとか、うん、とかトラックマンとかもそうだし、はい、うん、そういう骨格的な人体力学、うん、あと動作解析とか、うん、データとかも含めてね、はい、全部、うん、科学的なものが指導に入ってきてるんだよ。あー、なるほど。だからなんとか先生のもと自主トレしてますとか、うん、なんとか先生のなんとかコーチのトレーニングやってますとか、はい、なんとか大学のなんとか先生の動作解析で学んでますとか。あ、外部の方でってことですね。そうそうそう、うん、だからいわばね、今は野球経験未経験、スポーツ経験未経験、うん、関係なく、はい、その分野のデータ解析、うん、あとは人体力学的なコンディショニング、はい、トレーニングっていう人たちが技術指導をしてる時代なのよ。で今メジャーで言ったね、はい、大谷とか、なんかこのバンドをここに当てて、はい、うん、なんかこうね、後ろでね、あのこう取って、はい、あのこう肘とか肩の疲労度を測るみたいな、うん、器具装着したりとか、うん、そういう科学的なトレーニングも取り入れてきて、はい、アメリカとかでももっと発達してきて、うん、そういうアスリートじゃない人でも、はい、プロアスリートを指導する世の中になってきてる。あー、なるほど。だって今データ分析の会社とかもできたりとか、できて、そう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 、ね、いろいろ増えてますもんね。外部から教わってくるのよ、はい、だから一つのね、一、うん、つ二つの例で言うと、はい、自主トレ、うん、だからオフの間にピッチャーがあの上投げからあのその指導を行った先生にあの体のなんか骨格的な言うと、はい、オーバーよりサイドスローの方が合ってるよって言われて、はい、あのオフ終わってキャンプに来たらあのサイドスローでフォーム全く変わってて、あの現場びっくりみたいな。そんなことあるんですか。だって正しいってそっちで言うじゃん。まあ
もう骨格上データ解析して骨格上は、はい、君はオーバーよりサイドがいいよって言われて、はい、でその選手だって鳴かず飛ばずであんまり飛び抜けなかったら、はい、あそっちの方が飛躍的にいけるかもって思ったら、はい、でしかもね塾みたいなもんじゃん、はい、そこがいいと思って言ってんでしょ、うん、それ言うこと聞くよね。まあそうですよね、うん、だそこでこうなんかデータ見せられてこれだとこっちの方がいいよって言われて自分がいいと思って言ってるわけですからね。そうそうそう。でもしでここのね、はい、要はもうそこで対戦した選手もいるわけじゃん、はい、だから俺もやったらこうなるかもしれない、うん、その先生についてっつって、はい、オフ終わってキャンプ来たらいきなりサイドスローになってて現場がびっくり、うん、みたいな、どうしたみたいな、いやここでこうこうでこうやって言われたんでサイドにしましたって言われてどうするこっち側コーチは。そうですね、これちょっと単純な質問なんですけど、うんうんうん、プロってじゃあオーバースローサイドスローとかって変えることに対して許可とかはいらないんですか？いらない、別に。チーム戦略としてあるじゃないですか、サイドが多いから、うん、今はサイドいらないとか、うんうん、そういうチームのバランスは、うんうん、別にない。ないないんですか、うん、勝手に変えてきても、うん、じゃあいきなりめちゃくちゃ活躍してたオーバースローの人がサイドスローに変えてきても、うん、別にチームは何も言わない。え、それどうしたって聞かれる。はい、なんでって聞かれると思うよ。許可はいらないわけですね。いらない、別に、だって別に個人事業主契約だからね。あ、そっか、うん、自分がいいわ。だって自分の会社だから、自分が活躍すればいい話ですよね。そう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 、うん、どうする現場いきなりよ帰ってくるの、それで、はい、いきまりキャンプの練習まで、はい、キャンプまでちゃんとそのオーバースローの投げ方教えてて、もっとこうした方がよし、こう実証でこうやってやって、ね、はい、頑張ってもう一回作ってこいっつっていきなり来たらサイドスローになって、うん、えみたいなあれえどうするみたいな、びっくりですね。やばいっしょ、うん、だから結局そうやって勝手に変えて、はい、外はね、うん、で勝手に帰ってくるのよ、はい、現場もどうすんの。でもそれにはこう自分が信じてしまうぐらいのデータというか解析があるわけですもんね。もちろんもちろんね、それもだからそっちをね、うん、来るわけよ、はい、でも俺が言いたいのは、うん、じゃあそれね、コーチが感覚的に感性で教えたとしても、はい、成功する人もいれば成功しない人もいるよね、はい、じゃあデータ解析して動作分析でいろんな数値取って教えたとしても、うん、それで成功する人もいれば全員が成功するわけじゃないから失敗する人もいるよね。結局どっちを選択するかなんだけど、今日の一番の問題はコーチ監督がもうやばいよって話じゃん、はい、責任だけコーチと監督が取らされるの。あ、結果が出なかったら。あ、なるほど。だってよ、世間はよ、はい、知らんじゃん、どこで何してるかなんて知らないですよね。知らないじゃん、うん、ってなった時によ、うん、現場が全部やらしてると思うじゃんね、はい、で成績出なかったら、うん、あ、無能やなコーチ、なんとかコーチ、まあ、無能やろ、もうやめろ、やめさせろ、交代や、うん、監督無能やな、どうなってんねや、全然育てられへんやないかこのチームは、うん、育成能力ないんちゃうかって確かに言われるでしょ、うん、でもよ、ちゃいますね、全員が全員じゃないにしても、はい、そうやって外で勝手に学んできて、うん、勝手にやって勝手に潰れていく人もいるわけよ、はい、で無能やって監督コーチ言われても、うん、困らん。そうですね。いや、自分が教えたことやってくれないのに、うん、なんか潰れていったら無能って言われるわけですもんね。そうで、しかもよ、うん、中で勉強してる人もいるじゃん、はい、でも全員が全員同じ理論じゃないじゃん、はい、で理論とかもそうだけど相対してる人もいるわけじゃん、はい、だって論文とかでもそうじゃん、いろんなことでも、うん、病院の先生でも、うん、こっち派だこっち派とかあるわけじゃん、うんうん、学罰とかね、はい、で、あのトレーニングだってフリーウェイトがいいっていう人もいれば、うん、いやいや軽いそんなウェイトもなくてバランス重視の方がいいよとかっていう人もいるし、うん、はい、何がいいかじゃなくて何が合うかじゃん、うん、だもし中の人もしっかり勉強してて、うん、こっち派の同高い席の人とすごい協力体制でやってて、うん、反目する人から来て、うん、ってなっても困るやんな。そうですね、うん、全く勉強してない 人ばっかりじゃないじゃん、うんうん、はい、で来てよ、うん、やめろお前それはって言いにくいやんな、言えないですよね、うんうん、もうどうすんの生還。そういう時どうするんですか、もう生還しかない、教えれないじゃん、うん、だってそれがさ、こっちは何でいいか分かんないわけじゃん、はい、もしくはそれいいと思ってない可能性もあるじゃん。いや、あっちの方が感覚的には絶対いいのになってね、うん、いや、それじゃ俺は絶対無理やと思うけどなって思ってても、うん、そうやって学んできたんでってやられたらこっちも何も言えんじゃん、はい、で潰れていったとしてもさ、うん、悪くなったら全部そっちに聞きに行くわけやろ、はい、どうすんじゃんこっち。そうですね、やることないやん、いる意味ないなと思っちゃいますね。一番最初言ってた通りになるやん、はい、だからもう、意味がっていう指示係と進行、うん、はい、練習の手伝い、はい、みたいな感じになっていって、うん、でしかも今 SNS、はい、情報ツールめちゃくちゃ発展してるから、うん、誰にでもすぐ連絡取って、うん、誰にでもすぐ調べられて、はい、スマホ で、うん、でそれがいいかどうか、あ、この選手も行ってんだ、うん、じゃあ俺も行きたいな、あの選手あ連絡取れます、あ、じゃあ一緒に行ってもいいですか、うん、行くやん。昔はそうですよね、データとかも今ほどないわけですから、そうそうそう、もう大体
コーチの実績とか経験を伝えるしかなかったわけですもんね。だからデータが全部じゃないし、それが 100% 正しいわけでもなければ 100% 間違ってるわけじゃないし、うん、感性で教えるのも 100% 間違ってるわけでもなければ 100% 合ってるわけでもないから、うん、何がどう選ぶかだけど、勝手に外から勉強してくるから、うん、いやきついと思うよ。そうですね、外で勉強してくるのはもちろん良くなる可能性もあるし、うん、いいことよ、別に悪いことじゃないけど、だから別に俺はそれを否定してるわけじゃないの。そうですね、監督とコーチ、うん、もうやるいる意味ないなってなるっていう、ただただやりにくくなりますね。めっちゃやりにくくなるでしょ。それ聞いたら聞くだけ、はい、やる気失せていくよね、人によったら、うん、あ、俺よりそっちがいいんだ、じゃあもう勝手にやれば、うん、ってなって、はい、結局人間と人間がやってることだから、うん、チャンスがなくなっていくかもわかんないよね。そうですね、じゃあこっちで俺の言うこと聞いてちゃんとやってて、そこそこ経験もできて結果もできているから、よしこっちじゃあ必死でやろうと思って、うん、だってやってること分かんないんだから、うん、でいいとも思ってないのよ、はい、でそれが正しいですと思ってやってるんでしょ、すごく危ないよね。そうですね、うん、まあ、それで他から取り入れてきてものすごく活躍してくれればそれはそれで、それはそれでね、いいですけどね、いいと思うけど、うん、うまくいかなかった時に、うん、もう人間関係終わる。そうですね、その責任もだってコーチに行っちゃうわけですもんね。そう、育てられなかったとか、うん、崩したとか、だから外の人はさ、そこまで責任を負って考えてくれてるのか俺は気になる。ああそうですね、うん、でももしその投手がじゃあそのデータに基づいて何かフォームとかを変えて崩れたとしても、世間的にはそこに教えられたとかって分かんないですしね。分かんないしね、だから別に批判されることもないし、教えたとしても本人が悪いって言い出すのよ、うん、だってさ、もう名門の塾、うん、はい、学習塾、うん、行ってて、あの成績出なかったりとか、うん、希望の学校に合格しなかったら、うん、その塾悪いって言われへんやろ。言われないですね、まあ、本人の能力が足りなかっただけだなって言われるだけじゃん、うん、でも学校の先生はよ、はい、うまく何かできなかったら、うん、絶対文句言われるやん。そうですね、うん、塾よりは学校の方が言われますよね。言われるやん、うん、きつくない？そうそれと一緒よ、監督コーチも、うん、外で学んできて外の人は批判されないのよ、うん、はい、でも中ばっかり批判されるの、うん、きついよね。そうですね、だからそこら辺も考えてあげた方がいいんじゃないのって俺は思うけどね、うん、でもどうしようもないですよね、これね、どうしようもない、だって塾なんて学校のこと気にしないでしょ、はい、だからそういうのもチームの、あ、チームの教え方ダメだよ、それじゃ上手くならないよぐらい下手して言ってるかもわかんないから、うん、そうですね、うん、でその、うん、そいつもそこまで結果残ってないから、はい、そうやって言われたらそっち信用するじゃん、うん、だってわらをもすがる思いで言ってるわけじゃん、うん、だからもう監督コーチやばい、本当。そうですね、これからの時代もっとやばくなる。いや時代変わりましたね、まあ、今もやばいと思うけど、うん、もうこれからもっとやばいと思う、はい、育てる選手との信頼関係とかを築いていくのが一番なんですかね。どう、でも結局結果出ないやつは信頼関係築いていけないじゃん、だって言われる通りやってるのに結果出ないじゃんってなるから外行くわけでしょ。確かに、中で満足してる人は外行かないじゃん。そうですね、うん、満足してないから外行くわけでしょ、うん、でも満足させないからやって言うかもわかんないけど、うん、全員幸せにできないからで、そうですよね、うん、全員が全員ね一流選手にはなれないですか、ね、しかも一軍のレギュラーでも、うん、他のチームで負けてたら幸せじゃないじゃん、うん、はい、日の丸背負わなかったら、うん、タイトル取れなかったら幸せじゃないじゃんね、うん、ベストラインゴールデングラブって時に、うんうん、で何か変えなきゃいけないって言ったら外行くじゃんね、うん、危険、危ない、もうコーチやばい、大変うわー、なんかそう思うとコーチの人なんか大変なんだろうなってね、今ももういや大変やと思うよ、思いますね、うん、だどんどんそういうの聞くたびに、うん、なんか意欲が失せるよね、はい、そうですね、自分に置き換えと思ってみて、うん、めんどくせえと思っちゃう、野球界じゃなくてもそうね、先生とか、うん、そういうところでもなんか同じこと思いますね、自分がそうなったらと思うと、うんうん、でもなんか他のスポーツに比べると野球が一番技術指導してる、そう団体競技の中で、はい、そのプロのチームで、うん、なんかそんな言うほどサッカーとかも聞いたけど、はい、そんな技術指導をしてるわけじゃないみたいだな。コーチがですか？うん、へー、だからドリブルの仕方とか、はい、だって野球だったらサッカーでドリブルの仕方とか、うん、そういうのとかをめっちゃシュートのタイミングとか教えるわけでしょ、はい、足の振りとか教えてるわけでしょ。確かにそれってなんかもうねできてますよね、うんうん、だからなんか一番多分教えてるのは団体スポーツで、うん、多分野球やと思うの、毎日。でも確かにこうバレーボールにしろバスケットにしろ、そのあんまりこうフォームとか、ね、言わないでしょ、ね、うん、そうなんかあった時にもうちょっとこう肘こうまっすぐこうやった方がいいよとか、ありそうですけどね、こうもうちょっとこうとか姿勢もうちょっと低くとかあるかもわかんないけど、うん、そんな1から10まで言わないじゃん。じゃあこうフォームを変えますとかね、とか、うん、で言わないじゃん、ね、だ多分野球が団体スポーツの中で一番技術指導をしてると思うのね、うん、あ確かに。だから他のところには入っていきにくい、そこまで入っていっても支障ないのかもわかんないね、うん、それよりフォーメーションとかコンビネーションとか、
戦略とかの方が他の競技は多分、うん、そっちの方が大事な要素多くて、そうですね、うん、野球そう思うとちょっと技術が細かいですよね、やること多いからね、うん、多分野球が一番スポーツの中でやること多くて難しいと思う、確かにいろんなことやんなきゃいけないから、うん、打って守って走ってっていう、うん、でバット持ってグローブ持ってっていう、うん、はい、そうですね、うん、いや大変ですね、うん、だからまあ頑張ってもらいたいですね頑張ってくださいとしか言いようがないですね、そうですね、うん、だからまあ今日はね、うん、大変ですっていう動画です、皆さんはね、うん、これを聞いてどう思いましたか、残念ながら何でも答えれるんですよYouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、その代わりあの出口出たら忘れてくださいぶっちゃけすぎですよねぶっちゃけすぎですよね、使いどころが違うんやーって強制送還です